こんにちは、卵のお部屋です。今日はビッグアニア、アイアンブレイズとライオスのご紹介です。皆さんもう5話まで見ましたでしょうか？めっちゃ駆け足でしたね。アニキンの思い出に浸りながら見ていきたいと思います。ではまず最初にライオスからご紹介していきたいと思います。すごいパッケージもかっこいいですよね。このね、ゴールでね、立ちはだかっているライオスですね。あ、パッケージ裏にはガーディアン編のあらすじとライオスの情報が入ってますね。ガーディアン編あらすじ、ゴール前に立ちはだかる最強のガーディアンライオス、果たして勝負に勝つのは誰か。なんかこの3体迫力ありますよね。そこにね、こう引き気味でいるルッタ、可愛いですね。いろんなところが稼働するみたいなので後でやってみたいと思います。で、あとはね、ここにライオスの情報が入ってますね。前の動画でキャラクターカードご紹介してますが、ちょっとね、こちらも見ていこうと思います。ここのね、ステータス、攻撃力がかなり高いですね。あと防御も戦略もここら辺もね、全部高いので、かなり手強い相手になったんじゃないでしょうか。要はライオス、全力で迎えよう。そうそう、よって言うんですよね。自分のことをよって言ってました。渋いですよね。はい、特殊能力は王者の覇気、ライオンのライオス、アニアキングダムで最強のガーディアン、無敵の強さを誇る。アニキン TV、 ライオンが百獣の王である理由は襲ってくる動物がいないから。ライオンのライバルはライオンだけなんだぜ、キングオブアニマル。はい、では早速解き放っていきましょう。ライオス開封しました。かっこいいですね。ライオス大体全長25センチぐらいあります。カラーリング、ボディは真っ黒で、前足、ここのね、あとはたてがみ、目の下に青い柄が入っています。で、お顔こんな感じで、怒った時の猫ちゃんみたいにね、こう鼻の上にシワが寄ってますね。で、あとはこんな感じでお口、はい、牙がちっちゃいのから大きいのまでね、生え揃っています。怖いですね、噛まれたら痛そう。で、ベロもちゃんとね、ありますね。でね、ここのお顔のところにもちゃんと毛並みがあるし、あとは、はい、たてがみもね、顎もこんな感じで毛がふさふさ生えた感じで表現されています。ここね、お耳もちゃんとありますね。で、体の方もちょっとね、こうボコボコしてて、毛が生えてる感じが現れていますよね。で、あとはね、肘後ろにこうね、長めの毛が生えてます。で、後ろ足もこんな感じでかっこいいですよね。ライオンの形ですよね、本当に。で、ちゃんとね、こう爪も生えてます。こうね、右足を一歩出したようなポージングになってますね。なんかこう攻められてる感じで、ちょっとね、怖いですよね。通常アニアのライオス連れてきました。すごい、大きさの差がこんなにあるなんて、すごいですよね。置くとね、この隣に並べておくとこんな感じで、大きさの差がすごいですよね。あんなに恐ろしかったライオスが、すごいちっちゃくて子供みたいに見えますよね。なんかポージングもね、逆な感じで左右どっちからでもかかってこいみたいなそんな団結感を感じます。いやー、これかっこいいですよね。で、ちなみに同じライオンのキャラクターでレオニー連れてきたんですが、レオニーはね、またさらにちっちゃくなってますね。この3段階の大きさの変化、すごいですね。結構ね、高さもね、全然違うんですよね。これはすごいですよね。あとはね、レオニーも連れてきました。レオニーとの大きさ比べは全く同じですね。カラーリングが違うだけで、サイズ、ポージング全部同じです。ほら、またカラーリング比べ全然違いますよね。ではね、カラーリング比べ、ほら全然違いますよね。形は同じですが、この顔一面真っ黒で青メイクなのと、まあ、通常のね、ライオンに近いカラーリングとでは表情がね、全く違いますね。あとね、やっぱり一番大きいの目かな。なんかこの白目の部分とか、こういうのが違うだけでもだいぶ違うフィギュアに見えますよね。やっぱりね、ライオスの方がちょっとね、こう伝説感がありますね。なんかこの色の違いが結構ね、反対色というか、なんか色がこうね、全く反対の色を使っていて、結構ね、この差がいいですよね。赤系と青系です。全然違ったイメージになっていますね。このね、通常のフィギュアではライオスの方がね、だいぶ大きな作りになってるんですが、このビッグアニアになると2人ともね、同じサイズになっています。はい、そして可動箇所なんですが、まずね、手はちゃんとね、こう動きます。結構ね、カチカチ動きますね。足も動きます。
これね、前には行かないので、ね、無理に前にやらずにこうね、後ろに動かす感じで動かせます。こっちもね、同じです。で、あとね、尻尾がこう上下に動きます。でね、このボタン押すと、はい、こんな感じでお顔がね、動きます。こうね、ブンって、いい、かっこいいですね。はい、こんな感じでお顔が上を向きますね。上向きの方がかっこいいから、なんかずっとこのまま止めておきたい感じですよね。1体目、ライオンのライオスでした。続いてティラノサウルスのアイアンブレイズです。お、左下、俺様がナンバーワンだ。結構ね、攻撃的な性格ですよね。パッケージの反対側にはさっきと同じでね、こんな感じで情報書いてありますね。お、さっきと書いてあることが違う。ガーディアン編のあらすじ、平和が戻ったアニアキングダムのはずが、荒くれ者のアイアンブレイズとスピーキーがやってきた。イニシエより伝わるレースで勝負だ。アイアンブレイズは口が開いたり、両足が動いたり、尻尾が動いたり、こんな感じでね、稼働するみたいです。アイアンブレイズステータスは攻撃も防御もかなり高くなってます。こんなね、大きな体だけど素早さも結構ありますね。キラハ、俺様がナンバーワンだ。このね、アニメの中でダークフレームとなんでそんなに仲が悪いんだみたいな質問があったんですけど、それに対してアイアンブレイズ実はみたいな感じで話し始めるのかと思ったんですけど、意外な答えが返ってきましたね。特殊能力は噛んだら離さない強力な顎、ティラノサウルスのアイアンブレイズ、ダークフレームの弟、戦闘力は兄を超えるとも言われているアニキン TV、 史上最強の顎の力で一度くらいついたら離さない、大型恐竜だってぶん回して仕留めちゃうぜ、ベリーパワフル。はい、ではね、アイアンブレイズも解き放っていきます。アイアンブレイズです。あ、手がなんか可愛くなっている。このね、通常のアニアの時もそうだったんですけど、このね、ネットの商品ページで見るよりもかなりギラギラです。すごいですよね。メタリックもメタリックですよね。血の裏こんな感じでネジですねすごいなんかメカ感がありますね。で、こっち側、下半分は銀で、上半分はね、この赤のメタリック、いやーすごいですね。お顔のところ、目はね、黄色ですね。そして歯が白いのがずらりと並んでいます。で、ここにアイアンブレイズ、このね、傷がついてますね。はい、反対側はアイアンブレイズは右目が潰れてますね。よくよく見るとね、ここ目がね、こう作られてはあるんですけど、塗装でね、こう潰されてる感じになってます。アイアンブレイズこっち側にはね、何も傷とかあざとかはないです。で、アイアンブレイズ結構大きくて、ライオスと比べてもほら、鼻先がちょっと出るんですよね。だいたい27センチぐらいですかね、尻尾も含めて。すごいね、ビッグなアニアになっています。はい、ライオスこんな感じ、結構ね、目の上の彫りが深いんですよね。で、大きな鼻の穴があって、この辺りもちゃんと恐竜のお肌になっていますね。こっちの方がキメが細かいんですが、上の方になるとね、結構ボコボコの素材になっています。ほら、目の周りとかもすごい細かく作られています。お手手、2本爪ですね、ちゃんと爪のところまで作られています。はい、で、背中の方はこんな感じで背骨がビーッとね、尻尾の先まで入っていますね。で、足ムキムキ、爪もね、メタリック赤、かっこいいですね。でね、ちゃんと足の先のね、この後ろの爪も赤く塗られてますね、細かいです。でね、尻尾もね、こうさっきの背中だけじゃなくて、横の方にもこうね、筋が入っていますね。こんな感じですね。通常アニアのアイアンブレイズも連れてきました。こちらもね、かなり大きさが違いますね。親子です。いや、この迫力がすごいですよね。この色といい、大きさといい、迫力満点のフィギュアになっています。このスイッチがあることでなんかちょっと強くなった感じですよね。トサカが1個増えたような感じになっています。で、お兄ちゃんのね、ダークフレームも連れてきました。こちらもね、形は全く同じで、カラーリングが違いますね。いや、なんで弟はこんなにメタリックなんだろう。赤っていうところは共通してるので、やっぱりね、兄弟なんだなっていう感じですよね。最初このアイアンブレイズはもうね、闘志むき出しでしたけどね。ちょっともしかしたらまだ見てない方もいるかもしれないので、どうなったかちょっとね、言わないでおくんですが、結構ね、いい話でしたよね。アイアンブレイズの可動箇所は手、あ、なんかここだけプニプニの素材になってる。あとは足です。あれ、向こうも一緒に動いちゃうの。あ、これは一緒に動くのかな。
あ、これはね、向こうの足も一緒に動くみたいです。互い違いには動かせないんだっけ。で、あとは尻尾がくねくね2段階で動きます。そしてね、ここです。ここのボタンを押すと口が開きます。おかっこいいですね。これめっちゃかっこいい。このビッグアニアのこの口の中めっちゃかっこいいですね。ここちゃんと粘膜になってて、でベロもちゃんとついてますね。はい、こんな感じで動かすことができます。これもね、ここで止めておきたいな。2体目のアイアンブレイズでした。今日はライオンのライオスとティラノサウルスのアイアンブレイズのビッグアニアご紹介しました。通常サイズのねアニアも良かったんですけど、ビッグサイズのアニアやっぱりね迫力満点でかっこよかったですね。アニメね、まだ最後まで見てないよって方はね、ぜひ見てみてください。いや、ちょっとね今回はお別れが早すぎた。またね続編が出るのを楽しみにしてます。この動画が良かったらチャンネル登録、コメント、いいねしていただけると嬉しいです。最後まで見ていただいてありがとうございました。バイバーイ。